はい、どうもダラマニメ DB です。今回はね、マッシュを使っていきたいなと思うんですけど、現在まあ世界2位というわけで、まあ星5フィニッシュしたんは多分日本最速、うん、でも星5、まあ3人いるんですけど、まあ日本人で多分初めてかなって感じですね。はい、というわけでまあね、早速使っていきたいなと思います。はい、というわけで、まあ、マッシュに、スパイラ勝ったんですけど、まあやっぱりね強いですね。スパイラも強いし、マッシュは別に強くはないって感じで、今回キラーか聞いてみた。まあ、ノーキルというわけで、この人は。はい。ただ、キルしてきたら殺します。もちろん。でも、ここ、外国サバなんで、まあね、僕はノーキルってわけじゃないんですけど、まあね、経験値とかゴールドを効率よく貯めるために、まあ、ノーキルにしてるって感じですね。まあ、ノーキル嫌いな人もいると思うんですけど、まあ、効率よく手に入れるためには、ね、仕方ないと。って感じで、僕は、全然ありかなと思ってます。やっぱり、うん、ビンビンな関係になるんで、はい、で、なんか新しい人が来たと。で、まあ、マッシュの強いところはですね、まあ、解説動画出したと思うんですけど、これですね。そこのアイアンと同じ感じで、ジャンプする前に、こうやって登ることができるんですね。ジャンプした瞬間か、ジャンプした瞬間に打って、ジャンプ力を底上げできる。うん。こういうところとかも、こうやって壁を乗り越えたりすることができるんで、こういう使い方もね、いいんじゃないかなと。あと5つまで置けるんで、まあ、なんでしょう、テリトリー作れるんで、まあ強いですね。相手に警戒させるだけでもね、強いと思うんで、やっぱり。はい。待って、塩分すぎて、OK ないです。で、海外サバなんで、若干ラグいんですが、やっていきたいなと思っています。で、ちょっとワンセットをボット練習していきたいなと。まあ、このステージは普通にめんどくさいんで、普段もね、飛ばしてるんですが、今回は人がいるんで仕方ないって感じで。って感じですね。ちょっと待って、ワンセット下手くそ、できてない。で、まあ、マッシュ、2日で星5オレンジにしたんですけど、うん。まあね、初めてですね。2日で星5オレンジにしたのは。今までだったら、まあ、5日ぐらい、最長でも、じゃ最短でも5日ぐらいかかってたんですが、最短記録更新と、2日経たずに、星5連打できたというわけでね。はい。ここ登れる？あ、これは無理か、さすがに。頑張ればいけるかな。あ、無理そうですね、ここは。2回置けばいけるか。あ、2回置けばいけると。いいですね。なかなかいい感じ。いや、やっぱスパイラの音が。いいっすね。まあ、スパイラー以外もね、解放してくれてたんでね、フラメンの人が。うん。まあ、そのうちその動画も出そうかなと思います。なんかめっちゃ打たれるんだけど、ボットが。って感じで、OK、GG と。じゃあもう一回ぐらいにやっていきたいなと思います。はい、で、まあ、今回は、まあ、戦闘面の話ではなくて、まあ、疲れ達成したんで、まあ、一日どんぐらいやったかとか話していきたいなと思うんですが、まあ、確か、1日目が11時ぐらいかな、に、リリースされて、このキャラがね、うん、どんぐらいにリリースされて、で、そっから、その次の日の、何時ぐらいかな、じゃ何時ぐらいかな、確か夜7、8時ぐらいかな、多分。後で貼るんですけど、後で貼っとくんですけど。うん、まあ、そんぐらいに、達成しましたね、星5オレンジ。なんで、まあ、実際は2日かかってないんですよね。うん。で、あと何やったっけ、夜思ってたこと。うん。で、確か、そう。実はこのキャラを、一般戦使う前から、訓練場みたいなのがあると思うんですけど、そこでね、事前に使えたんですね、実は。
アップグレード中に、メンテナンス中か、メンテナンス中に使えたんで、まあ、そこで性能確認して、うん、どんな感じだろうなっていうのを確認しながらやってましたね。はい。今、1日どのやろ。リリースされ、10時ぐらいにリリースされて、新キャラが。で、そっからどんぐらいやろな。夜の1時ぐらいまで、まあ、ご飯とか食べたんですけど、ちゃんと。ご飯とかちゃんと食べても、うん、夜の1時か忘れたんですけど、そのぐらいまで、まあ、やってました。途中ちょっと抜けたりとかしてたんですけど、あの、効率悪い人が増えてる時間帯とかはね、やめてましたね、はい。で、2日目も朝6時ぐらいかな、に起きて、で、まあ、そっから10時ぐらいまでやって、で、1回やめて、で、そっからまた、11時か12時ぐらいから、うん、まあ、休憩も挟みつつやって、で、2日目の8時に、夜の8時に達成したって感じですね。はい。まあまあ、これからどうなっていくかって、まあ、このまま2位を保ち続けてもいいし、まあ、1位狙ってもいいんですが、個人的にあんまりこのキャラは好きじゃないんで、まあ、とりあえず、今の目標が全キャラ星5オレンジなんで、まあ、とりあえずここら辺で、まあ、6万ぐらいいったら止めとこっかなって感じですね。はい。今後は、今は、名前何やったっけな。チュッチュを育てて、チュッチュを星5オレンジにしようかなと思ってるんで、うん。って感じですね。うん、なんでこのキャラはまあここら辺で終わりかな、うん、6万ぐらいいったら終わりにしたいなと思っています。まだ全キャラ星5オレンジでしたね。まあだいぶ先になると思うんですけど、まだ考えたいなと思います。というわけで今回はね、こんな感じで終わっていきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは See you。